ザウバー C14 は、ザウバーが1995年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミューラ1カー。設計者はアンドレ・デコルタンズ。1995年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。グループ C 時代から続いたメルセデスとのパートナーシップを失い、マシンパッケージを変更。新たにフォードと関係を結び、 前年ベネトンに搭載されていたワークスエンジンフォードゼテック R を獲得した。なおエンジンレイアウトは前年と同じ V8 だが排気量はレギュレーション変更により3.5リッターから3リッターとなっている。シャシーはシーズン途中からハイノーズを採用した。ドライバーの安全を守るため前年に引き続きコックピットにサイドプロテクターが装着されたが今回は 最初からそれを前提として設計されたため C13 のような取って付けたような形状は解消されている。スポンサーもオーストリアのエナジードリンクメーカー、レッドブルやマレーシアの国営企業ペトロナスといった大手企業と契約し、カラーリングは黒一色からレッドブルカラーの濃紺に模様替えした。ドライバーは 前年のモナコグランプリで大クラッシュを喫し品種の重傷から復帰したカール、ベンドリンガーと印象的なデビューイヤーを果たしたハインツ・ハラルド・フレンツェーンを起用。しかし、ベンドリンガーの持っていた速さは失われており、モナコグランプリから前年の国際会3000選手権チャンピオンであるジャン・クリストフ・ブリオンと交代することとなった。ブリオンも2度入賞したがシーズンを通じて目立った。 結果は残せず、日本グランプリからは、ベンドリンガーが復帰したが同様に低迷した。かつて、ミハイル・シューマッハや、フレンツェンと共に、メルセデスの英才教育を受け、日本のメディアでは、メルセデスの若手サンバガラスと呼ばれた3人の中でも、高い評価を受けていた、ベンドリンガーだったが、会一では一度も、表彰台に登れずに不本意な引退を強いられる、結果となった。 一方のフレンツェーンは、検討を見せ、イタリアグランプリで自身及びチームにとって、初となる表彰台を含む8回の入賞を果たした。レッドブルの展示施設、ハンガー7に展示される、C14 コンシュタンタース、ボブ、フォーミュラ1レビュー、ザウバー、オートコース1995から96、ヘイジルトンパブリッシング、PP80 から81、 ISBN1 から87万4557から36から5ありがとうございます。